日にするゲームはじゃん、クイズ大会です。イエーイ、クイズ大会。あれ答えるからね、うん、手を大きく、ね、上げてください、はい、ラッキーみたいにもピンピンに上げてください。実は横浜線ということで、はい、横浜といえば中華街ですよね。ですね。小畑選手の好きな中華料理は分かりますか皆さん。では1番餃子、美味しいね、美味しい美味しい。2番エビチリ、あ、美味しい。エビチリも美味しい。そして3番ラーメン、わー美味しいな。どれも美味しいね。どれにするじゃないですか。もう一回言いますね。1番餃子、2番エビチリ、3番ラーメンです、はい、ではシンキングタイムスタート。わー、めっちゃどれも迷いますね。迷う。どれも美味しいもんな。皆さんちょっとお決まりですか。もう、お、あ、では皆さん手を挙げてもらおうかなと思います。では1番の餃子だと思う方。はーい。お、お、あ、3分の1ぐらいですね、うん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 、はい、では手を下ろしてください。では2番のエビチリだと思う方。おお、ね、なんかちょっと増えた。あ、トラッキー、おー、トラッキーも、もう変えちゃダメだよ、トラッキー。2番、うん、うんって言わないトラッキーが。ラッキーはじゃあ2番のエビチリということで、はい、では手を下ろしてください。では3番のラーメンだと思う方。あ、ラーメンもいらっしゃいますね。ラッキーさん、ありがとうございます。トラッキーさっき2番にあげてたよ。あ、もうチェンジで。で3番ね。いや、トラッキーは絶対3番。皆さん見ましたね、今。トラッキーが3番。で、ラッキーちゃんも3番ね。3番。はい。じゃ手を下ろしてください。それでは発表していきたいと思います。正解は、ラッキー3番。あれ、だって2番でした。あれ、あれ、2番やったっけ。ちょっと見間違えてたかもじゃん。じゃあ、ラッキーは、ね、2番。ラッキーは、まあ、3番や。落ち込まないで、ラッキー。ラッキーちゃん。ラッキーちゃん、皆さん、慰めてあげてください。ラッキーちゃん、溶け込んじゃいました。溶け込んじゃいました。ラッキー。あ、可愛いって言ってると、ラッキー。あ、やったやった。可愛いって言ったら喜びましたね。ありがとう。やったー。はい、じゃあ、それでは、今、2番のエビチリを選んだ方のみ、また次の、参加お願いします。はい、キングタイムスタート。あれ、またトラキー、またあげとる。あれ、あれ、トラキー次はどっち。3、トラキー2回あげてたね。トラキーは3番。はい、では手を下ろしてください。はい、手を下ろしてください。3番ね、 OK。 タイガースガールズが本日は3人揃っているということで、ちょっと私たちに関するクイズを出そうと思います。カナとコスモは本日から沖縄に上陸したんですが、はい、2人がどうしても食べたい沖縄料理は、いや、これ一番難しいこれ一番難しいですけど、では1番海ぶどう、プチプチしてるやつですね。では2番ソーキそば、はい、では3番ジーマミートーク。はい、それではもう一度言いますね。1番そばだと思う方、わ、多いですね。あ、ぼちぼち。ちなみに私も食べましたね、これは。今食べた、食べた、食べてない。じゃあまだね、絶対これ食べていただきたいです。それでは3のジーマミー豆腐だと思う方、あ、やっぱ多いですね。あ、ちょっと増えましたね。はい、それでは手を下ろしてください。では発表したいと思います。めっちゃ正解は、1番の海ぶどう。手を挙げていただいていいですか。結構少なかったですよね。はい、海ぶどうめっちゃ食べたいんですよ。はい、はい、では、1番の海ぶどうを選んだ方だけちょっと前にこのステージと柵の間に来ていただいていいですか。お兄ちゃんどうぞ、はい、こっちにどうぞ。こちらの、ね、ステージから入ってきていただいて、はい、お願いします。ラッキーの方に続いて、ラッキーチョコなのでグーの方、はい、グーの方上がってきていただいて、今ちょっと負けちゃった方もその場で少しお待ちください。みんな大好き野呂宮淳さんによる特賞があります。ラッキーちゃんめっちゃ嬉しい。もう皆さん楽しみですね、はい、楽しみですね。
おお、ふるいるタオル持ってくれてる。いらっしゃるね。はい、この後の皆さんぜひこのものを楽しみください、はい。それじゃあね、このステージを皆さんと最後心一つにして終わりたいと思います。私がチバリオタイガースと言いますので、皆さんはタイガースに合わせて拳を高く高く上に突き上げてください。皆さん一緒にお願いします。はい、じゃ皆さん準備いいですか。はい、拳の準備お願いします。それではいきますよ。チバリオタイガース、ありがとうございました。この後もお楽しみください。Ha ha ha ha!